ベリー校の糸も豪華なる、自当書より4月4月は、グレゴリオ歴で年の第4の月にあたり、30日ある。日本では、旧歴4月をうずきと呼び、現在では、新歴4月の別名としても用いる。うずきの由来は、うの花が咲く月、うの花月を略したものというのが定説となっている。しかし、うずきの由来は別にあって、うずきに咲く花だから、 うの花と呼ぶのだとする説もある。うの花月以外の説には、十二支の四番目がうであることから、う月とする説や、稲の苗を植える月であるから、種月、植え月、田植え苗月、苗植え月であるとする説などがある。他に、夏正月の別名もある。日本では、新年度、または新学期の時期として有名であり、学校、観光庁、 会社などでは当月に入学式、入社式が行われ、前月の3月と同様に慌ただしくなる。世帯数や人口は少ないが、うずきという姓も存在する。4月は、毎年7月と同じ曜日で始まり、順年には1月とも同じとなる。英語での月名、エイプリルは、ラテン語のアプリーリース、ウェヌスに捧げられた月、陰月、植月、うずき、うの花月、 剣月、剣手月、このは鳥月、陳月、夏輪月、爆州、花の懲り月、茂岡、ありがとうございます。